マジクソみたいな任務だぜ。まさかあのフローレイティアさんがこんな消極的な戦術を取るなんて。なあ、この情報は確かだよな。後になって時間の無駄でしたなんて笑えないぞ。仕方ないだろう、もう来ちまってるんだ。まずは計画通り敵を待つっきゃない。おいクエンさん、喜べ。ターゲット様のご来場だ。どこだ？あれ、なんだかお子様っぽくない？っていうか、なんで全身ピンクなんだ？あと確認よろしいですか？まさか殺せって話じゃないよね？ねえ！でも武装は本格的だな。あれは素人が扱える代物じゃない。意外と彼女手だれかもしれねえぜ。まさか蜂の巣にされるのはこっち側とか。ここが対戦フィールド？変なところに迷い込んじゃったのかな。まあいっか、早く敵を見つけてやっつけよう。おちびちゃん、君はもう完全に包囲されている。武器を捨てて投降しろ。どうしよう、見つかっちゃった。向こうは二人だけ、他には誰もいなさそうかな。それなら行くよ、ピーちゃん。私はこう見えてもラッキーガールなんだからね。今だ。バケモンがなんつう動きしやがる。つかピンクの死神どうなった？光の粒子みてえのになったけどよ。見間違いなんかじゃない。まるでゲームキャラがやられた時のエフェクトみたいだ。一体どうなってやがる。